ガチャリックスピンのボーカルドラムの花です、ドラムがどんなことを叩いているのかとか、パフォーマンスとか、いろいろ必要なことや無駄なことなどいろいろ教えていきたいと思いますのでよろしくお願いします。楽しんでってください。まず最初はイントロについて説明したいと思います。早速ですがここで無駄な動きを取り入れてみました。まず普通に叩くと、こうなるんですが、ここにあえて左手をめちゃくちゃ上に上げる。こういう感じで、やるわけなんですけども、これはですね無駄な動きなんですけども、やることは決して無駄ではないので、ぜひ挑戦してみてください。はい、続きまして A メロについて説明したいと思います。A メロは基本的に裏打ちビートというものをやっているんですが、裏打ちビートとは何ぞやということですが、これはインターネットで調べてください。そしてついでにガチャリックスピンのことももっともっと調べてください。それでは A メロをやってみたいと思います。今やったところなんですが、ここがですね最低のエンディングという歌詞のところで、こう右手をまた無駄な動きを取り入れてるんですが、こうさ最低のという感じで、こういかに目立つかが、重要ポイントになっております。歌詞では、最低なエンディングと言っておりますが、これは最高なパフォーマンスなのでぜひやってください。続きまして B メロについて説明したいと思います。1番の B メロをまず叩いてみたいと思います。はい、というこんな感じになっているんですが、この B メロはですね上手に叩くというよりかは、パワフルにアクセントをかなりつけて叩くといいんですが、特にこうスネアをオレオレオナだと思って叩くと上手に叩けます。続きましてサビをやってみたいと思います。サビのフレーズなんですが、こちらも裏打ちビートをやっていくんですが、このハイハットを全開に開いた状態でズッチッチッとやるんですが、ポイントとしてはだいたい食パンの6枚切りぐらいの空き具合で、8枚切りだとちょっと薄いので6枚切りでいきましょう。
この今やったフレーズなんですが、ここは最後の方にやったフィルが大事になってきます。で、このフィルというのはですね、口で言うとワン、ツー、シー、タカタカトコトン、ツカタカトン、タカトンっていうのが、最後にやったところがフィルというんですが、このフィルを上手に叩くためには言葉を当てはめて練習するのが結構ポイントだと思うんですけど、私なりに考えてきた言葉を今やってみたいと思います。ワン、ツー、たこ焼きからタコが出てる、出てる。はい、続きまして、サビの後半をやってみたいと思います。まず叩いてみます。ということで、ここで大切になってくるのもやはり無駄な動きです。曲のタイトルでもあるセキラライヤー、セキラライヤーっていうフレーズの時にセキララーで右手を必ず上に上げましょう。で、ここでポイントなのが、右手を上に上げた時にスティックではない別の何かが上にあるとさらにいいと思うので、まずはやってみたいと思います。